僕の名前は山内坊太、30歳独身である。現在 N 社に入社して5年目のまだ若い社員だ。時間が勝負のこの仕事は残業ばかり。定時に帰ることをいつからしてないのだろう。最近気になることがある。高齢になった両親の今後のことだ。それに友達も結婚し子供がいるというのに。だけど仕事は簡単には変えられない。時間もないのだ。ああ、もうこんな時間か。どうした、暗い顔をして。あなたは？初めましてだな。この会社の社員だよ。どうも。いや、大したことないです。そうか。実は悩んでいる両親のこと、仕事のことをおじさんはうなずきながら優しく聞いてくれた。なるほど。山内くん、ワークライフバランスって知っているか？女性の社会進出のための政策ですか？仕事と生活のバランスをとって過労を防ぐこと？違うんだ。ワークライフバランスとは男女問わず働き方の柔軟性を追求し、仕事と生活との両立で相乗効果を目指すという考えのことだ。会社の経営戦略と考えてもいい。よく間違われるんだ。福利厚生の一種だの、生活重視の考えだの。詳しく聞かせてください。そのワークライフバランスの本当の話を。よし、分かった。まずな、今までの働き方についてだ。仕事時間を増やすことでスキルを上げ、企業の利益をアップさせるのが働くということだとは思っていないか？はい、この N 社もそのような働き方です。だから残業も多い。うむ。日本の労働時間を知っているか？世界で1位だ。しかし生産性は世界で20位。これは仕事の効率が良くないことを表していると思わんかね？確かに。これからは仕事の効率を上げるために働き方を工夫することが大切だ。今は大量生産の時代ではない。生産されたものの質を高める、付加価値をつける時代だ。そのために必要な人脈とアイデアが求められている。アイデア何も浮かばない。アイデアは仕事の時間よりも仕事以外の時間の中で見つかることが多い。友人や家族との会話や美味しいものを食べている時かもしれない。つまりだ、仕事に生かすためのアイデアを私生活の中から見つけ、仕事の効率を良くし残業の時間を作らないように工夫したらどうだ？これがワークライフバランスの仕事と生活との両立で相乗効果を目指すという考えなんだ。なるほど、納得。でもこの会社は仕事時間を増やすことが企業の利益につながると考えている会社です。上司や会社の考えに逆らうような真似はできない。山内くん、これは日本の社会の問題なんだ。働く人の中には君と同じように高齢になる両親の介護で悩んでいたり、健康面や育児に悩む人もいる。君がその問題解決の第一歩をこの N 社で踏み出してみないか？社内でワークライフバランスについて広め方を工夫すればいいじゃないか。さあ立ち上がろう。私も立ち上がる。はい、頑張りましょう。は、朝？おはよう。おはようございます。はい、みんな聞いてくれ。今日は新社長が挨拶に来た。大広進社長から一言いただきます。おはよう。おはようございます。早速だが、今後の会社の方針として N 社の働き方の見直しを積極的に行う。山内くん、君はワークライフバランスについて詳しいはずだ。彼を中心にこの取り組みを進めてみよう。はい、はい。こうして新しい取り組みが N 社で始まったのであった。